原爆資料館によりますと、発表の翌12日からの3連休の入館者数は2万7511人で、去年の同じ時期に比べ 1.3 倍に増えました。最も多かったのは13日日曜日の9896人でした。ノーベル平和賞の発表に加え、先週末には広島にクルーズ船が寄港し、多くの旅行客が来館したことも影響したとみられています。原爆資料館は今後も入館者の増加を見込んでいて、ウェブチケットの事前購入や完全予約制の時間帯での来館を呼びかけることにしています。